で、彼女が9月から訓練して今日迎えている赤尾のセリというアメリカで鷹を代表するのはこの種類ですね。で彼女が成長した鷹を持って生地でそういうものを取って諏訪大社なんかですね、諏訪流ではそうで彼女も南米産の桃赤のセリですね。まあ今日持ってきた鳥は以上でぐらいできるとかあったいろいろ言ってる人いるけどほとんどこの横目ですね、うん、でこれがだんだんこう灰色になってくるんですよ。閉じてくるね。閉じてくる。あ、で これがもう女性が増えた。で日本人最初の鷹匠っていうのは女性です。あの古畜さんというね仁徳天皇に仕えた方なんです。